いつ給料もらえるんだろう、我々は。本当だよ。まだもらってないぞ。もらってないのに。ねえ。あ、でもこれからね、社長がこの後通話にね、参加するんで。確かに。その時ああ、ちょっと詰めればいい。詰める。そう。社長詰めると逃げるからな。逃げちゃう。ドローされちゃうからな。なんとかそこは。うん、うまく囲わないといけないな。みんなで囲おう。ちょっと、そうですね、よいしょして、いい気にさせておいてからの。あー、なるほどね。接待が必要ってこと？社長なんて褒めるみんな。あー、なんか決めてきます、もう。うん、決めとこうよ。社長に。なんだろう、何がいいんだろう、何を言われたら喜びますかね。なんだろう。まあ、いつもはね、可愛いとか言ってるけどね。うん。あー。マリンと二人でよく可愛い可愛いって言って。社長は可愛いから大丈夫みたいな。うん、そうですね。マイクも、そろそろレパートリーが欲しいよね。そうだね。うん。可愛いだけじゃ社長できないからね。でも今の社長は可愛いだけで社長やってますからね。それは確かにそうだな。うん、じゃあもう可愛いじゃないですか。でも可愛い以外に。可愛い以外。昨日のライブとかどう？あー、確かに可愛かった、ね、いや、可愛かった結局可愛かった可愛かったですね。結局可愛いだ、ね、可愛かったね。可愛かった、可愛かった。うーん、可愛い以外に褒めるとこねえとか言ったら泣いちゃうよ、そんなの。さすがに、ほんと。まあでも、可愛いは正義っていう言葉もあるからな。そうだね。それはそうですよ。うん。可愛いには勝てないよ、誰も。そうだよね。うん。